はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうきゃみです。今日はガンダムパトローオペレーション2の方アップデート更新日ということでやっていきましょう。新機体来ましたね。新機体の方動画冒頭お見せしてあります。ジム3の近接戦仕様ってやつでしたね。あとバトオペの日ということでガチャの方も無料来ております。はい、こちらですね、無料分ありますんでね、忘れずに引いておきましょう。で、あとスペシャル抽選配給星3モビルスーツ1機確定のガチャも来ております。で、あとはステップアップ抽選と、通常の抽選配給。まあ、おまけ特に欲しいわけじゃないんで、まあ、今回はステップアップでいこうかなと思います。ステップアップなら、10連トークンまず、ね、半額でできるし、まあ、これ1回と、まあ、プラスステップ2まで回そうかな。まあ、本当はステップ1でやめようかなと思ってたんですが、まあ、実はね、この機体かなり火力出るらしくて、まあ、ツイッターでね、すぐ時間、更新時間の後すぐね、撮った人が出してたんですけど、支援機殴ってるのを見たら、チャージ攻撃みたいなのありまして、1万4000くらい入ってたんですよね。それ見たらね、ちょっと持っておきたいかなと思いまして、まあ、20連ぐらいまでなら勝負してもいいかなと思っていきたいと思います。あと DP とか、リサイクルチケットの方ですが、まあどちらも悪い機体じゃないんで、まあ取ってもいいとは思いますが、ペールライダー空間戦仕様は宇宙用となってますので、まあ地上戦で遊ぼうと思っている方はね、ゾロックの方を選択してください。あとはまあ周兵装とかも来てますんでね、取っておいてもいいかなと思います。持ってないやつは私はないな。それではね、リサイクルチケットの方ですが、来たのはグフフライトタイプのレベル1と2。そして支援タイプの陸戦型ガンダムと汎用の陸戦型ガンダムとなっています。まあリサイクルチケットに関しては、まあ、今回、まあ、コスト的にもねちょっと高レベルのタイプのものになってますんで、まあ、取らなくていいかなと思います。コスト500くらいになると他の汎用機、支援機の方が絶対活躍できると思いますんで、まあ、無理に取る必要はありません。はい、というわけでやっていきましょう。まず無料分からいこうか。よし、まずは景気づけに。で、今月のトークンも補充して、現在206、今月はここからのスタートでございます。さあ、とりあえずまずは無料分。まあ、こっからいいものが当たる場合もあるからね。まあ、当たったことあんまないけどねこっからいいもの。そう言ってたら来てくんねえかなってちょっと思っちゃってたりするんだけど、星2だからね、来てもおかしくはねえんだけどな、何かいいもの。はい、ジムストライカー回でした。まあ、悪い機体じゃないんですけどね、今のも。まあでも本命はこっちよ。さあ行きます。一発で仕留めたいっすね。できればこの半額で欲しい。行きますよ。3、2、1、0。頼むぞ。休日入って一発目のガチャ、無料分はちょっと省くけど。さあどうか、休日を素晴らしいものにするためにお願いします。当たんなかったらふてくされて、多分ガンダム戦記のプレイステーション2で遊びます。およーし、そんなこと言ったら矢先出た。ガンダム戦記に行かないでと言ってるんですね。お願いします。違ったわガンダム戦記に行けって言われたのかなライフル出てきたさあお願い、10連で仕留めたい。マシンガンとかばっかり違う、そんなものはいらねえんだ。あ、色もダメ。うわ、演出乏しい。うわ、寒い。これは寒いよ。本当バトーペ2のガチャってね、もうびっくりするぐらいこう差を感じますね。おお。だからそんなこう冷たいことを言ったら、あ、そんなことないよって言ってきたら金色きたわ。何中身。G ラインフルカスタム持ってなかったわ。レベル2とか1は持ってたと思うんですけど、俺乗ってないんですよねフルカスタム実は。おしおし、いいよ、本当にいいよ。10連どうした、調子いいぞ。
ここジム3オビームライフル。違う、本体で俺が欲しいの。そうか、こういう結末か。まさかのジム3用のビームライフル出てくると思わなかったな。本体ください。Gラインフルカスタムもまあ嬉しいんですけど、レベル3となるとちょっとやっぱ使えないっすよね。550だとね、他の支援機でいいやんっていう話になっちゃうんでね。よし、まあまあまあこんなもんでしょう。最初のね、半額10連で当てようっていうのが虫が良すぎた。さあ行くぜ、集中しろ、ここだっていうタイミングでやるんだ。はかれはかれ、きっと当たる。そこだ。それでは抽選開始です。頼むぞ。規定ポイントへの物資投下をお願いします。物資投下開始。頼む。20連目はスタートです。さあ一発目はまずはダガー。おーっと、何も言わずに来てくれるか。どうしゃよっしゃ、ありがとうございます。ジム3近接戦仕様、素晴らしい。なんとも言えないものを持ってますね。お前、物騒なものを持っちゃってば。さあどんどん行ってみましょう。なんだかおあらららら、もしかしてこっからなんかいいものまた来ちゃったりする？あーこれ、え、うっそ、いいものが来そうな予感に連発ってなかなかねえな。おい、すごいいいガチャになったな。おい、ここからジオとかは来ないよね。そんな甘くはないな。おーすごいレベル1も2も当たっちゃった。やったぜ。でもそれなら最初の10連で来てよかったんじゃねって思ってしまった。まあ、じゃあそんなこと言ったらダメだな。あのバトオペの神様に嫌われちゃうんで、そういうこと言ったらありがとうございます。バトオペの神様、誰かわかんないけど。いやー、よかった。なんかすんなり当たってくれたからすごい気分がいいよ。やったぜこれは嬉しい。レベル1と2両方手に入っちゃったよ。さあそれではね、素晴らしい引きで当てることができました。ジム3近接戦仕様レベル1と2をゲットすることができました。今回紹介の方はレベル1でいきたいと思います。コスト450、地上宇宙療養強襲機でございます。機体説明は左に出ています。右に性能となっています。射撃補正は0ということで、もう完全に格闘振ってけよっていう感じの機体ですね。まあさすが近接戦仕様です。しかも機動戦士ガンダムユニコーンからの登場なんだね。てっきりあのダブルゼータぐらいの時代のやつかなと思ったけど、その辺よく分かってなかったな。はい、というわけでやっていきましょう。武装の方は、バズーカーも持てるし、ジムライフルも持てる。であとジム3用のビームライフル、さっき当たりましたもんね。本体くれよって言ったらちゃんと次の10連でちゃんと本体をくれるっていうあたりがね、運営さん優しい、流れを読んでる。そしてジム3用のビームサーベル ×2 というやつを持っています。あとビームジャベル、そしてバルカン。今回はカスタムパーツこんな感じでいきます。せーのと、はい、こんな感じです。まあ一応念のため足をつけて、まあスラスター少ないのは嫌なんで、詰めるためにも増やしてあります。であと格闘強化つけて、余った分をデータベースリンクとかつけてね、少しでもダメージ大きくちょっと増やしておこうかなという感じでやってあります。まあちょっとスロットがもったいないような気もするんですけどね、中距離スロットが。まあ他にもなんかいろいろできそうな気はするんですが、一旦これでねやってみようと思います。はい、ショートカットはこんな感じにして、武装は少ないからね。スキルの方は高性能バランサー、高性能アンバックで、マニューバーアーマーがあって、強制噴射装置、格闘連撃があって、こちら3回まで格闘を打ち込めますね。あと脚部ショックアブソーバー、
そして緊急回避で対爆があって、前線維持支援システムを持っています。で、あとこちらが売りですね、ヘビーアタック。チャージ可能な格闘兵装を選択時に攻撃ボタンを一定時間押し続けて離すと発動するってことね。いやー楽しみ。ちょっとどんな感じなのかな。で、この攻撃は特殊干渉剤の軽減効果を無効化にして、資料に当たった場合でも本体までダメージを貫通するっていうね、恐ろしいスキルですよね。しかも格闘の判定としては全ての判定を上回っていて、ヘビーアタック同士、チャージした状態の格闘同士じゃないとつばぜり合いにならないそうなので、強判定の機体にもぶち込めることは可能ということになりますね。で、単純な格闘判定力もまあ強判定ということでね、まさに格闘を振るたびに生まれてきたような機体ですね。はい、とりあえず演習場行ってみましょう。さあ、それでは演習場プレイやっていきましょう。まずはライフルの方を確認しておこうかな。はい、こちら一発よけ。格闘の武装の方、普通に N 横下というような感じです。いいっすね、打っていける3連撃。さあ、支援機相手だと1、2の3。ああ、いいね、いいね、素晴らしい。で、あとは肝心の武装の方、他のやつも試していかないとな。さあ、お次はバルカン。どれぐらいでよろけ取れるのか確認しておきましょう。さあ、60発ありましたが、何発よろけかな。まあ予想で50発。はい、50発です。バルカン50発よろけ、ライフルは1発よろけ。そしてこいつですね、気になってたのは。こいつでチャージ攻撃ができるヘビーアタックが使えるらしいんで、こいつでやってみましょう。こいつは N 角とか横とか下とかもできるのかな。 N 横下、この辺は通常通りですね。ダメージそんなでかいわけじゃない。それでは早速チャージしてやりましょう。この支援機を後ろからやってみます。やべえ、14000だ、怖っ。ちょっと待って、ってことこれ移動しながらチャージできるね。凶悪すぎる。やばすぎ。ちょっと判定がね、細い分違うとこ行くときもあるんだろうけど、ここちょっと慣れればすぐ大丈夫そう。スラスター切らしてる間にチャージして接近して流れでドーン。汎用だろうが強襲だろうが支援だろうが敵ではないという、そんな感じの武装ですね。さあ、行くぜ行くぜ。ほら、これが目に入らねえかお前。ほら、すごい。強襲相手でも1万いく、やばすぎ。もうヒットポイント満タンの汎用だったらどれぐらい入んのかな。これ本当にやばいっすね。汎用相手でも8000か。だから汎用なら8000台で、強襲なら1万で、支援なら1万4000と、演習場で試してる限り頭のおかしい武装ですねこれ。しかも移動でちゃんとチャージしておけるのもでかいっすね。ちょっと前に入ってくから、しかも素晴らしいな。やべえなこの武装。さあ、あとは気になったのは、下角ぶち込んだ後にチャージが間に合うのかどうか。あー、ちょっと間に合わないな。いや、でもこの武装ならもう間に合わなくてもいいっすわ。だってね、もう例えばライフルで当ててね、しっかり格闘当てて、まあ緊急回避測れた後ぐらいにね、こいつで接近してね、ねじ込んだらもう逃げられないですからね。仮に一発目外したとしても、こう追撃で他の武装に切り替えて切りかかればいいわけですから。でもめちゃめちゃ強いぜこれ。いや、頭のおかしい武装だわこれ。やばすぎ。誰だこれ作ったやつ。こんな恐ろしい武装ないぞ。はい、というわけでめちゃめちゃやばい機体だってことが分かったんでね、今回はここまでにしたいと思います。
あとカウンター見て終わりたいと思います。さあカウンターはこんな感じです。はい、というわけで今回はここまで。では皆さんまた実践動画でお会いしましょう。失礼します。